親バカ親バカ。なんと男の料理旅として今回記念動画になります。なぜかと言いますと登録者の方が1370人、ありがとうございます。10年以上で1370人と、あと、親バカかつ男の料理旅から始まって、なんと動画登録者と同数の1370本ですよ。と登録者が1370人、まるっきり一緒です。今回は記念動画です。また見てください。よろしくお願いします。どないなってんねん。またアップします。いきます。二郎系肉そば作っちゃいます。お願いします。どこまでうまいこと作れるか分かりませんけど、やっちゃいます。これ初めにもう汁作っちゃいます。お汁を作ります。汁作ります。本だし入れて適量ね入れます。でお塩少々、すべて少々です。大体です。大体でいきます。本だしとお塩少々、あと醤油、これでうどんだしの出来上がりです。普通やったらね、皆さんやるのは湯で入れて今調味すると思うんですけど、もう事前に調味料混ぜて湯1人前、丼に入れたらもう大体1人前になるんでね、その量でいかさせてもらいます。肉そばといっても、豚肉でございます。豚バラで今回やらさせてもらいます。まな板を使って包丁で切るのも当然やりやすいんですけど、お肉をね切るとやっぱり汚れが気になっちゃうんで、私が肉を切るときは大概こうバラをね、バラの肉を切るときはこういう形でハサミ、調理用バサミ使います。豚肉は、ゆっくり確実に炒めます。そして今回二郎系ということで、もやし使います。あまりねうどんそばでもやし使うっていう系統があんまり意識的には皆さんないと思うんですけど、今回はラーメンの具と一緒で甘辛く豚肉もやし炒めてのっけちゃいます。トッピングです。だしは先ほど作った通りです。先ほど作っただしをここでやっとぬくめます。温めます。で、あと業務スーパーのこの16円の生そばというか、まあ湯がきそばを使って調理します。肉そば二郎系、あと卵とじそばです。いろんな複合技を使ってます。もう麺はもう元々が、ふわふわ柔らかいんで、ぬくもって若干、沸騰しかけたら、卵入れます。卵とじです。これでええ感じでできます。ちょっと火が強すぎました。あんまりこれ火が強すぎたら卵がね、ボコボコ固まりすぎるんで、ちょっと固まりすぎましたね。本当はもうしばらくもっとね、中火ぐらいやっ
ってじっくりと、卵とじした方がいいですね。具を入れちゃいます。大量に一袋のもやしと肉です。豚肉です。甘辛く味付けしてます。できました。できました。皆さんいい感じでできてますよ。めっちゃこれも格安です。ネギ入れて、それで彩りもよくなっております。さああと、イケメンの親父が食べますんで、それを見てください。どうでしょう、うん、同じサングラスかけてます。いただきます。いただきます。おお、よっしゃ。え、なんか後ろ気にしてる。なんかあるんですかね。あ、なんか名前の分かるもんだとか、身元分かるもんないかなとかなってんのかもしれません。ここで七味を盛りだくたらどんだけ入れんねん。どんだけ入れとんねん。入れすぎやろ。いただきます。ここいただきます。うまいです。うわすごいボリューム満点。もやしはあのラーメンじゃないとあかんじゃないです。全然ないです。そうじゃなくてそばとかうどんにも合うんです。まあ、若干こう、味はねやっぱりつけなあかん、ラーメンみたいに、湯がいたもやしをそのまま乗っけるチューンじゃなくて、うどんそばの場合はもともとのあっさり系になってるんで、あっさり系であれば、若干こう具もね、具は、甘辛く炊いてますけどちょっと若干濃いめっていう形でやってください。うまい。めっちゃうまい。このねめちゃくちゃ暑い時期に卵とじ熱いそば、お店屋さん行ってもまあ、立ち食いそばばっかしなんですけど、行ってもね、大概の場合はね、私の場合は、熱いやつしか食べないです。冷たいのっていうのは、まあ、清涼感があるんですけど、だけど、なんかこう、腹持ちが良くない。やっぱりこう、汁そばであった方が、麺もあるし、汁もあるし、そっちの方がなんか充実感があって、めっちゃうまいって感じなんですよね。まあ色人それぞれ、考え方食べ方っていうのがあるとは思うんですけど、私は汁そばです。揚げ玉、この二郎系の肉汁そばに天かす、これ東京では揚げ玉っていうかもしれないんですけど、これをかけます。増えるんでこれぐらいで、あんまりかけすぎてもね、これどうしてもあのお店屋さんでかけ放題のとこ行ったらどうしてもかけすぎてしまって、汁がめちゃくちゃ吸ってしまってね、ちょっと後悔して後でムカムカしてしまって胸悪いっていう感じの部分が出てくるんですけど、家ではちょっと控えめにしてます。肉のだしともやしの甘みが出てそのままでもうまいんですけど、揚げ玉天かすを入れることによってやっぱりコクが出るんですね。コクがめちゃくちゃコクが出る。ラーメンかなって感じするんですけど、黒そばもいけます。もっともっとあっさり系のだしが、天かす入れることによって、油気が、よりましてね、めっちゃうまくなるんですよね。でいろんなこう料理でも、汁物と言われるものでも全部、天かす入れたらねゴロッと味が変わるんですよ。ゴロッと味が変わる。コクが出てうまくなります。今この暑い熱中症に気をつけなあかん時期、水分補給を十分取りながらこの暑い肉そばを皆さんも、一度試してください。めちゃくちゃうまいです。冷えた、そばとか冷えたうどん、冷やそうめんとかばっかし食べないんで、この熱いどこ見てんの、熱いそばを食べてうどんを食べて
リフレッシュしてください。めちゃくちゃうまいです。ありがとうございます。これからもあの男の料理旅、あ、じゃなくて、親バカ活、定年前ですけども頑張って登録者1万人目指していきます。うん、皆さんの、ね、協力がないといけません。よろしくお願いします。これからもアップします。よろしくお願いします。ごちそうさまです。頑張ります。ありがとうございます。うまかった。美味しそうでしたらチャンネル登録、またアップします。高評価お願いします。またアップします。以上です。